ソニーミュージックが主催し、清水翔太が審査委員長を務めた大型オーディション One in a Billion。 厳しい審査を勝ち抜き、およそ5000人の中から選ばれた才能あふれる若き9人で結成した新世代ダンスボーカルグループジリオンのメンバーを、オンチカでは9週にわたって1人ずつ紹介していきます。第9弾となるラストに紹介するのは、埼玉出身のモーカ。韓国アイドルに憧れて韓国語も習得したダンスが得意な21歳。今日はバレエを少しお見せしようと思います。バレエいつからやってたんですか？でダンス15年間やってきて、その中で 3,4 年バレエもやってて、そうジャズとかもやってたので、ちょっとお見せできればなと思ってます。楽しみ、はい、それでは早速お願いします。はい、おーすごい、綺麗、おー綺麗、わー綺麗、おーおーすごい、すごい、わーすごい、めっちゃ綺麗。なんか目に回ったりしないのかなってすごい思ったんですけど、それはコツがあります。おー、ちなみにどんなコツですか？あの視線、目線をずらさないっていう、回った時にこうっていうのがコツです。おー、あの前にずっと視線を、そうそうそう、なるべく。なんか練習中とかもなんかターンすごい綺麗に軸があるなって思うんだけど、うん、あー嬉しい。タイムレスとか踊る時も結構手先は意識して踊ってます。そこから繊細さが来てるんですね。ありがとうございます。なんか何回転まで最高できるのかなってすごい気になる。あー、どうだろう、10はいけると思います。すごい、10回転もできる多分。すごいな。それじゃあターン10回チャレンジお願いします。はい、やってみます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10! なんか久しぶりにやったと思うんだけど、なんか体をこう柔らかい状態を保つ秘訣とかは？毎日夜にストレッチはするようにしてます。そうなんだ、柔らかい、ありがとう。続いてモカの素顔を紐解くべく10個の質問を用意。はい、じゃあということで10問クエスチョンいきたいと思います。はい、1問5秒で答えてください。はい、用意スタート。抹茶のアイスクリームです。涙ぼくろです。かわいい、かわいい。アリアナグランデさんの CD です。実はこう見えて理系です。コンビニでリンゴジュースを買うことです。K-POP の音楽番組をよく見てます。メンバーとお出かけしてます。お布団に入る瞬間です。慌てずに言い訳を考えます。どちらかというとツッコミです。終了。はい、ということで最近のマイブームでリンゴジュースって答えてたんだけど、なんでリンゴジュース？私コンビニに行くと毎回なんか飲み物買っちゃうんですけど、うん、あの今まではカフェラテを買ってたのね。そう、だけど最近はリンゴジュースにハマっちゃって毎回買ってます。なんかいつ飲みたくなるとか
あったりする。練習前にコンビニ寄ったら絶対リンゴジュースを買って飲み干してから練習に行きます。飲み干してそう、あのパックのやつをね。あ、なるほど、スイッチ入るんです。そう、はい。あと、なんか寝坊しちゃって 100% 間に合わないって時になんか慌てない派で言い訳を考えるって言ったんだけど、なんかそれはちなみにどんな言い訳を考える？あの、私寝坊したことなくて、実際。だからそう、なんかあんまり分かんないけど、寝坊したら、まあ、まず言い訳考えるかなと思って、なんか寝坊って言えないじゃん。そう、確かに。お腹痛くてとか、まず寝坊しないっていうところがね。 そこが大事。したことないから。確かに。これからも気をつけます。はい、はい、ということで9週間にわたるジリオの特集だったね。はい、はい、なんかこれはトップバッターだったから結構緊張したけど、確かに、まあ、でもすごいみんなのを見てていろいろ知れて楽しかったです。楽しかったです。はい、楽しかった。ありがとうございました、はい、ジリオンの応援これからもよろしくお願いします。お願いします。それではジリオンからケイジとモカでした。バイバイ。昨年12月にリリースしたプレデビュー第1弾シングル Timeless、さらに3月30日にリリースされたプレデビュー第2弾シングル「やめとこっか」も要チェックです。